マナ旅。こんにちは。こんにちは。5話目ですね。5話目ですね。あ、もう一回。5話目ですね。5話目ですね。はい。前回は1、2、3、4っていう数えるお話をさせてもらいました。そうですね。うん、今回はそうですね。何について話しましょうかね。あ、そういえばおっちゃんにさ、お金借りてたまんまだったんだよね。あ、ちょっとお金返すね。これでペソかい。そうそうそう。じゃあちょっともうお金の話しましょうか。うん、そのついでに。フィリピンではこれペソというお金を使います。これ50ペソですね。で、今のレートがだいたい 0.42 なので、50ペソであればいくら、125円ぐらいですね、だいたい125円。で、次これ100ペソ、100ペソですね。ちょっとこの淡い紫というか、これが100ペソで、だからまあだいたい250円ぐらいですね。そうそう。で、まあ、あと500ペソがあるんですけど、ちょっと500ペソなくて、手元にこの1000ペソ、これ一番でかい金です。2500円ぐらい。というね、まあ、こういうフィリピンではペソというものがこう通貨になっています。で、まあ、よくある話なんですけど、まあ移動するときにまあタクシーとか乗ったりするわけですよ。フィリピンはちなみに初乗りが40ペソ。安かったな、確かに。100円だからね。本当にもうそのフィリピンにいる間はね、なんだかよくわかんないけど、とにかくタクシー乗りまくって移動してたね。で、まあ、その感覚で日本帰ってくるともう大変なことになる。乗った瞬間にね、その740円とか取られるわけなんで、フィリピンは初乗り100円で乗れる。そう、40ペソだからね、っていうお話で、そのタクシーに乗った時にこれが厄介なんですよ。これ厄介だよね。そう、1000ペソ、うん、どういうことかっていうと、お釣りがないわけですよ。お釣りがないと、お釣りがないからなんとかしてくれっていうタクシーの運転手に言われるわけですね。だからまあそうなってくると、こういろんなお店に行って両替をしてもらったりとかをするわけなんですけど、そう、1000ペソはね、本当に使いづらいんですよ。本当にこうショッピングモールとかにあるレストランであれば、まあ、1000ペソを使ってね、物を食ったりとかしてもちゃんとお釣り出るんですけど、小さいサリサリストアって呼ばれる、本当に日本でいうコンビニみたいな他のお店とかだとね、なかなか両替というかもうお釣りがないわけです。で、皆さんフィリピンに留学するときはやっぱりこういう細いね、100とか50とか、あと500ペソっていうもの、小銭ね、そうだね、使えるね、そうだね、そうだね、っていうものをこう財布に忍ばせておくと、まあ動きやすいよね。動きやすい。1000ペソはそうだね、あんま使わなかったよね。そうだね、まあ、財布の中にある分にはね、こう安心感があっていいんだけど、実際使うってなった時は本当になんかもう嫌な顔されるんだよね。釣りがね、1000ペソみたいな。下手したらもう釣りもらえないのってことも、それはないか、釣りもらえないのはないけど、本当にその細かいお釣り、要するに1ペソ以下のセンタボっていうものがあるんですけど、まあ、その辺、まあ、センタボっていうものはもうほとんどお釣りとしてこう流通していないというか、まあ、それみんな端折りますよね、まあ、チップみたいな、ね、そうそう、あとたまにあるのがこう、まあ、お釣りの中に飴玉が入ってるみたいな。ああ、いいね、それ。そうですね、1ペソとかなんかちょっとお釣りないときはなんか飴玉になってるみたいなね。あったかいな、それいいな。そんなようななんかこうシャレっ気たっぷりなのが、フィリピンの魅力だったりとかするわけですよね。嬉しいな、お金ね、そう、最初空港着いたときね、どうやって換金するのってね、そうそうそう思ったけどね、空港にね、まずあるよね、あるある、でも空港の中にある両替所って、基本的に換金のレートが悪いんで、そこではやっぱりまあ5000円とか少額の両替をするのがいいよね、僕らもそうしました、で、あとはやっぱりその空港から離れた街中で比較的レートがいいところを探してこう両替をするっていうのがまあいいですよね。そんな情報はもうまたね、そうですね、20日に、そういう情報もお話しできればなと、ご質問があればしていきたいと思います。なかなか他ではなかなか聞けないかもしれないですね。そうですね、ぜひ、
はい、聞きに来てください。懇親会ではもっとレアな情報が出るんですか？懇親会ではもっとレアな情報が出るんですか？懇親会さんもそうですね。懇親会ね、うん、いいかもしれません、まあ、その日のあれば、そうだね、うん、ノリで懇親会とかやれたらいいなと思ってますんで、はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。さらまーす。さらまーす。天の声が入ってきました。マナタビー。